どうも、ハマネ YouTuber 宮野です。今回はパワープロ実況の方をやっていきたいと思います。はい、ということで今回もね、ガチャの方を引いていきたいと思うんですけど、なんとね、来たれパワープロ部員無料ガチャということで、お一人様一回限り SR 以上確定のね、まあ無料でガチャることができる、まあ、こちらのね、ガチャがあるので、今回こちらの方をね、引いていきたいと思います。今のね、お話の中でガチャって言葉何回出てきたんだって話ですけど、引いていきましょう。無料でね、SR 確定ですよ。ありがたく引いていきましょう。来たれ新入部員ってことでね、まあ春ですからね、まあ野球も開幕しましたしってことでしょうか。行きましょう。 SR 以上確定、 PSR の可能性もなきにしもあらずですか。さあどうでしょう。おー、早川葵ちゃんですね。そうですね、ってことで早川葵行きましたね。このキャラはあれですね、初期キャラなんですけど、オリジナル変化球使えるキャラですよね。青いボールかな、確か。うん。OK。ってことで、まだ僕ね、持ってなかったんで、これ、ここでゲットできたの、よかったです。はい、という感じでね、無料ガチャ引かせていただきましたが、今回ね、早川葵という結果でございました。で、本当はね、ここでちょっと、この動画ね、終わりにしようかなと思ったんですけど、さすがに尺がね、短すぎるんで、こちらですね、SR ガチャ券、いきましょう。2枚。太っ腹だね、今日、この動画。この動画結構盛りだくさんだよ、急に。うん。SR3 回です。やばいね、パワーストーン1個も消費したいのにしてないのに、3回引いただけで SR3つ。お、1人目。これは、ダンジョン高校じゃなくてなんだっけ、SG 高校のキャラクターですね。森川。たけるかな、読めない。うん。2人目、ツルヤですね。メンタルキャラだったかな、確か。違うね、コントロールキャラだった。全然違いましたね。はい、ということで、投手のキャラ来ましたね。でも、コントロールキャラは、僕、猪木とかくらいかな、確か持ったの。だったんで、まあ、これは嬉しいですね。はい。という感じでございます。はい、ということで、その場のノリでね、ちょっと SR ガチャ券引いていきましたが、まあね、早川葵と、森川と、あとはツルヤっていうね、まあ、この3人でしたね。はい、そんな感じで、この辺でね、この動画を終わりにしたいと思うんですけど、次ね、次の動画で、こちらのね、まあ、いろんなガチャ来てると思うんですけど、この一番上のね、来たれパワープロ部員春の大感謝祭っていうね、ガチャ、こちらをね、5回目まで引いていこうと思います。はい、そんな感じで予告もできたところで、この辺でこの動画を終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それでは、次のパワープロ実況、また他の実況でお会いいたしましょう。じゃあね。